1683年のソファラ、マレガ。ソファラ現在はあの場ソファラとして知られているとは、かつてのフラさんに見越したモノモタバ王国の主要港であった。モザンビークのソファラ州のソファラ隊に位置している。南部アフリカで最古とされる港であり、中世ソファラはその名をインド洋に注ぐソファラ側から取った。バスコダガマの同僚とメイロペスは、ソファラを聖書のオファーと、 そのかつての統治者、シバの女王の王朝と結びつける物語を残している。しかし、その意見は、ジョン・ミルトンが、失楽園で言及してから放棄された。ソファラは、紀元700年頃から栄えていた。アラブ人は915年から沿岸に出入りするようになり、ペルシアの商人が続いた。1180年代には、キルワ王国のスルターン支配下になり、 スワヒリ文化圏に入った。荒廃地で採掘した金を海岸まで運ぶためのダウセンがソファラ川とサベ川を行き交った。ポルトガルのユダヤ人、ペロダ・コビーレは1489年に金脈の発見を期待するとともにソファラを訪れた最初のヨーロッパ人として知られている。ポルトガルによる町の支配は1505年にソファラ総督を辞任したペロデ・アナヤによってなされ、 ソファラはこの地域発のポルトガル植民地となった。アナヤはヨーロッパから輸入した石材で工場と階加枝の要塞を建設した。町のかつての偉大さと復帰を示す遺跡はほとんど残っていない。1890年にベーラが20マイル北に建設されるとソファラは商業的結出性を失った。かつて港は100席収容可能とうわれたが、 川岸の森林伐採と氷土の堆積により泥に埋まってしまった。ありがとうございます。